やれやれ、お出ましか。さて、アイスメイクフロア！やれやれ、お出ましか。
さて。アイスメイク、アイスゲイザー。よし。開け。マタスキューの扉、カプリコーン。切り刻みます。ウォータースライダー。さて。アイスメイク、アイスゲイザー。切り刻みます。ウォータースライダー。ペンギンの脇爪。よし。やれやれ、お出ましか。やれやれ、お出ましか。行きましょう。よっしゃ、行っちゃ行くか。行くわよ。さて行くぞ。アイスメイク、コールドエクスタイバー。天狗任せて。痛いわよ。行くぞ。ガリューの行くがけ。行くぞ。ウォータースライダー。調子いいね。負けられんな。
ここですね。よし、いくよ。どこに行こうか。ここに行くぞ。よし。さて、
降りかかる火の粉を払うのに。月戦たあいもない。さあ、逃げるなら今のうちだぜ。たあいもない。帰ってきたな。さすが、負けられんな。レミ、頑張っておるの。
何？ほー、うん、大魔党演舞で優勝し、フェアリーテイルはフィオーレ1のギルドに返り咲く。以前のように仕事がいっぱい舞い込むようになり、私たちは忙しい日々を送っていた。ある時、聖天大魔道ホーロットシーケンから氷漬けになった村を助けてほしいという依頼を受ける。村の名は太陽の村。永遠に燃え続ける炎を守護神としている。グレイが村を包む氷を作り替え、夏が消えた炎に火を灯し、なんとか村の人々を助けることができた。しかし、この事件は始まりに過ぎなかったんだ。村を凍らせた犯人はタルタロスという闇ギルド。奴らは恐るべき計画を実行に移そうとしていた。タルタロスのテンペスターが元評議員を襲い、その場に居合わせたラクサスが撃退する。でもテンペスターは自爆し、ラクサスは、ラクサスたちはどうなんだ、無事なのか。おい、なんとか一命は取り留めました。でもかなり魔性粒子に侵されていて、もともと少量の摂取でも命が危険な毒物なんです。完全に回復するかどうかは。魔性粒子、確か空気中のエーテルなどを破壊して魔力欠乏症や魔性病を引き起こす物質。それは魔導士にとっては命取りになる。敵はタルタロス闇ギルドだ。評議員を皆殺しにし、元評議員も襲っている。ラクサスは元評議員の矢島さんをかばって魔性粒子を全部吸い込んじまったらしい。タルタロス、じっちゃん、戦争だ。敵はタルタロス、オラシオン・セイス、グリモア・ハートに並ぶバラム同盟の一角。しかしわしらはその二つを撃破してきた。タルタロスも同じように我々を敵に回したことを後悔するだろう。仲間がやられた、それは自身の痛み。仲間の流した血は我が体より流れた血と同じ。この痛みを、苦しみを闘志と変えて敵を撃て。我らは正義ではない、我らは意志で動く。我らが絆と誇りにかけて家族の敵を駆逐する。タルタロス、目的もわからんが、本部の場所は評議員ですらわからない。一つ分かっているのは、狙いは評議員ってことね。現評議員だけでなく、元評議員まで狙ってる。だったら元評議員の家に行けば向こうから来るってことじゃねえか。しかし元評議員の住所は秘匿情報、知る者はいない。なんで？住所知られたら悪者が報復に来ちゃうでしょ。手詰まりか。いや、そうでもないよ。元評議員の住所は僕が知ってる。なんでロキさんが知ってるんですか？それはね、女ね。私たちの担当は元評議員のミケロさんね。タルタロスが襲ってくる可能性があります。しっかり準備していきましょう。任せたぞ。
ここが元評議員のミケロの家だな。誰じゃ。フェアリーテールです。タルタロスがあなたを狙っています。しばらく身の回りを警護させてください。守ってやる。つうか守らせろ。気持ちは嬉しいが、はっきり言って迷惑じゃよ。だいたいどうやってうちの住所を。まあまあ、同じ猫仲間じゃない。誰が猫じゃ。あの、狙われる理由について心当たりはありますか。ありすぎてまとまらんよ。わしらに恨みを持つ連中は闇ギルドだけじゃないしね。恨みなんかじゃないわ。絶対に何か別の理由で評議員を狙ってる。思い当たる節はないの。いや、待てよ。まさかフェイス。全員伏せろ。あら、全員ぶっ飛ぶ思たんやけどな。現評議員みたいに。タルタロスか。誰やわれ。フェアリーテールの夏だ。始めるか、メイフガリオ。
カリューのゴタルタロスが使う銃砲を魔導士ごときには勝て。爆破と狩りの絶海王の方爆弾に変える力や。カリューの鉄拳、白龍の矛、クソ開け処女宮の扉、バルボギタホール、白龍の鉄拳、爆破と、もう効かねえぞ、開け処女宮の扉、バルボギタホール、カリューの時が、俺ら悪魔に上等くれとんじゃねえぞ、これ悪魔、お前らみんな悪魔なのか、ほらね、人間ども、それがお前らの戦う理由か、俺たちは違うぞ、傷つけられた仲間のために戦う、敵は人間でも悪魔でも神でも何でもいい、力を貸してくれ、ラッサス、ライエンジーの月下、強敵だったわね、夏でも相打ちで精一杯、いや勝っただそうです、倒したんだね、なんとか情報を引き出さな…いや、悔しいわ…すまん…な、何これ…まさか…町全部を爆…もう手遅れや…爆弾は俺自身や…どうすれば…このままじゃ…そうはさせないぞ、
ピーハッピー早く、オイラたちはお前らなんかに負けない。ちくしょう、危なかった。髪ダメだ。そんな、しかしどうやって殺したんだ。お、立ち上がって。何すんだよ。また倒れた。やはり死者のマクロではうまく機能しませんわ。誰だお前は。元評議員に何したの。冥府へ向かうお手伝いをして差し上げました。タルタロスか。人間の書く物語など退屈ですわね。私が物語を紡ぎましょう。来るぞリサーナ。エルフ兄ちゃん。違うんだ、体が。何をした。やめろ今。悪魔の物語に慈悲という。くそー、よせ。俺の体を頼む。頼む。人間が悪魔にも、あなたは私に。ミケロさん、話してください。世界中でこうして街が襲われてるんです。シロキーさん。フェイス。フェイスは評議員が保有する兵器だな。評議員がなんでそんなもんを。魔導パルス爆弾。大陸中、大陸中の魔力を消滅。それじゃ全魔導士が魔力欠乏症に。それだけじゃない、タルタロ。全魔導士が魔法を使い。それはどこにあるんだ。し封印方法は3人の元評議。その3人が誰なのかは。生体リンク魔法。3人の命が。情報を聞き出さなくても元評議。いただきます。いいパルファ香りですね。クロフォードさん、早速ですが。私たちはタルタロスを止めるため、まずフェイスを破壊しようと思います。その保管場所をお教えいただけないでしょうか。議長でも知らない情報を奴らはどうやって手に入れたのでしょう。ならば生体リンクでフェイスを守る3人の元評議員を教えていただけませんか。私たちが全力でお守りいたします。そんな。タルタロスは本当に元評議員を皆殺しに。どうやらお出ましみたいね。家を包囲されている。足音。20人はいる。来るぞ、見ろ。斬られたいものからかかってこい。行くぞ、エンタグラムソード。テイクオーバー。力のぶつけ合いってことでいいのよね。
私たちの敵じゃなかったもんね。片付いたか。さすがエルザね。それにしても妙だ。エルザもそう思った？元議長という最重要人物を狙ってきたにしては手応えがなさすぎる。どう見てもただの兵隊だ。エルザ、どうした？ミラ、私、ミラ、さすがです、元議長。一度ギルドにご帰還ください。どうしたの、夏？急に。急げ、ハッピー。あい、どうしたの、ナイツ？くそ、なんで気がつかなかったんだ。誰も、現評議員でさえ知らないはずの元評議員の住所、それにフェイスのことも、タルタロスはなんで知ってんだ。誰かが評議員の情報をタルタロスに流してんだ。誰かって？わからねえけど、評議員ずいエルザいないね。いや、この匂いが強いね。この匂い、もしかしてエルザとミラはね。くっそー、元議長だから。フェイスのことも、元評議員の住所も、タルタロス必ず見つけ出す、ドラゴンだ。目が覚めたかな。これは、ようこそタルタロス。タルタロスだと？元議長は我々の同志だ。そなたらは元議長の罠に。バカな、元、無駄な抵抗はよせ。その拘束部は、ミラは、私、殺してはいない。こなたの下僕にする。やめろ！そうわめくな。そなたには、そなたらが親密なか、ね、なぜジェラール？どこにいるか。こなたの魔は、人の感覚を変化させる。すら。フェイスの封印を解くため、我々は元、だが、ようやく封印してる三人のうち二人はすでに死んでいた。まさか、ジェラールが死ねばフェイスの封印。そんな、おっと、少し口がすり、知らん。ジェラールの居場所を言えばミラジェーンを。本当に？そうか、三人の封印者が。そうだ、元議長のスーパーアーカイブでは、これ以上無駄な殺生はせず。三人のうち二人、残る一人はジェラール。こいつを見つけ殺せ。フェイス、魔導パルス爆弾。しかし我々には。ええ、分かってます。エルザ次第だな。教科様は口を割らせるのは。そなたのマクロを使う手もあるが、それでは面白くない。そこはお任せを。来い、セイラ。教科様。ここで間違いねえ。エルザとミラを探さなきゃ。
やってやる。